お疲れ様です。9月20日金曜日朝6時の相場解説です。今日はね、今月最大の嵐ですよ。で、それからね、FX をやってる上で、もう毎日 FX のことを意識して疲れちゃう方ね。で、もう嫌になっちゃう方いると思うんですよ。その一つのポイントが、事前にね、朝6時の段階とか、前の日の段階、ひいては月が始まるときに、この日はトレードやんない方がいいぐらい難しいよねって日が分かっていたらどうでしょうかね。例えば今日ですよ。9月20日金曜日ってのは、今月最大難しい材料があるってのは、あらかじめスケジュールでこうやって出てるわけなんですよね。じゃあこの日はトレードしてポジションを持ったりなんだりっていう風に時間を使えるよりも、他のことをやった方がいいなっていう風に思えるんですよね。で、材料が少なくてテクニカルが効きやすいような日、基本的には毎週水曜日とかを中心とした火水木で材料の少ない日にトレードした方が勝つ確率は高いし、学べる確率は高いわけですよね。だから、初心者であればあるほど、そういった嵐じゃない日を選んで、適当な波風の穏やかな日をトレードの日に選ぶっていうのは、これはイロハの意になると思います。で、そういったことがね、意識できない方は今日みたいな日でも、よーしトレードするぞって言ってね、乱高下に巻き込まれてロスカットの嵐で、うわーポチポチ病だーみたいなね、的外れな反省をするわけですよ。いや、今日ポジション取るのはね、ポチポチ病では何でもなくって、今日トレードする人ってのは、まあ、相当レベルの高い人とか自信のある人ですよ。資金もある人ですよ。だからね、毎月3万5万が稼げない人が、今日みたいな日に絶対やっちゃダメですよ。わかるでしょね。これを前提にして、それでも私としては解説をしていこうと思います。前回の放送でもお話したように、わずかね、3時間で1円以上の値段が動く日なんてのはトレードできませんからね。ここもそうですよ。わずか1時間で1円以上動いて、さらに次の1時間では1円以上逆方向に動くんですから。これを乱高下ですよ。で、直近の8時間でも、このぐらい金額動いてるんですよ。しかも、こんな大きな陰線と、こんな小さな陰線が入り混じってるわけでしょ。とてもじゃないけど、こんなんトレードできませんよ。ね。トレードできない根拠がこれほどはっきりしていることが見分けれるかどうかってこと大事ですよ。はい。さらに今日なんですけども、金利の発表があるみたいですよ。ね、ここに、金利発表って出てるでしょ。金利の発表があったら、それはまた大ごとで揺れますよ。それから8時半、間もなくですけども、CPI もあるわけですよ。どうしましょうそして15時半、日銀の会見があるでしょ。もう今日トレードなんてできないですよ、こんなになっちゃったら。しかも金曜日。ね。だから、私でさえ、今日はトレードはしません。まあ、これからのための、解説はしていきますし、考え方はね、こういった日の中からも、やっぱ拾っていきたいんで、1日、こうやってね、トレードっていうかね、チャートは見ますけどもね。うん、でもほとんどの方は今日はトレードしないのが正解だと思います。今日トレードする人はかなりレベルの高い人。あとはね、なんか勉強熱心な人。はい。じゃあまあ、日足の方から見ていきましょうか。それでもね、ほっとくわけにいきませんから。はい、日足ですけども、現象だけ見ると、赤い移動平均線にローソク足がぶつかった時に下に行ってるっていうのは、ここでもね、同じような現象が見れるのかなと思います。まあ、ここはヒゲを出してますけども、それほど急速な値動きがあったってことなんでしょう。で、あと分かるのは、下落トレンドは変わってないってことです。これはもうお分かりですよね。3点目。安値が更新されて、ここを抜けました。次はここを抜けるかどうかっていうふうなね、観測になります。つまり139円台に入るかってことですね。それが138円とかに加速するのは、ここを破った時だっていう判断ができると思います。で、ちょっと前に引いた、2つのレンジってものが、ここにありますけども、ここのレンジをね、どのように値動きが渡っていくかっていうところも見ていくポイントになると思います。はい。日足で見るポイントってのは以上です。はい。次は4時間ですね。4時間で見るべきポイントは、下落でずっと来ていたトレンドが、今、瞬間的にですけども、移動平均線の上に乗っかってきてるよってことです。私の以前お話したシナリオでは、結局これも下に渡りきってね、例えば39週、来週とか10月の頭には、このような矢印に蹴押されて139円台に入るという考えは変わってません。ですんで、一時的なこの上昇トレンド、短期的な上昇トレンドだと思います。ここと同じような感じですよね。だからセルでポジションを持っておけばかなりの利幅が望めますけども、それもね、今日みたいなね、材料いっぱいの日にポジションを持つ気にはなれないので、長期ポジションも持つつもりはないかなっていうところですね。それ以外に4時間で見るところはまあないですね。はい。じゃあ次1時間改めて見ていきましょう。まあ今日はトレードしないことが前提なんですけども、これだけの材料がぶち込まれて、とてもじゃないけどもテクニカルをね、やってる暇がないよっていうのはもうお分かりいただけてると思います。テクニカルができないとなれば、私たちテクニカル派は出る幕がないんで、今日はね、実際に相場は動いてますけども、手も足も出ないと思って白旗を上げるのが正解です。恥ずかしいことも何でもなくって、テクニカルで勝てそうな日だけにトレードすればいいんですよ。難しい日にあえてね、取り組まなくてもいいんですよ。FX のプロトレーダーってそういうことですからね。毎日勝つのがプロトレーダーじゃないですよ。勝ち目のない日はやらないんですよ。ね。やらなくて他のことをやればいいですよ。だから時間の自由が手に入るわけですよ。もちろん毎日やれる人ってのは立派ですけどもね。うん、そこまでのレベルに行かなくても FX で飯を食っていくことは十分できます。そして事前に38週、今週が難しくなるっていうのは申し上げていたわけなんですけども、もう今となってはね、本当に難しい1週間だったよってことがわかると思います。だから、9月の1週目とか2週目に稼げておいてよかったねって話なんですよ。で、来週は、これよりもちょっと難易度は落ちますけども、それでもね、十分なトレードができるかどうかってのはわかりません。それは今日の発表次第です。はい。じゃあ今日はそんなところにしておきましょうか。FX オリガルヒの皆様は追加放送もありますので、そちらの方もお楽しみに。それでは今日はね、トレードには消極的に、ただ見るだけにしといた方がいいと思います。今日はテクニカル派には手も足も出ない一日です。それでは。